こんんにちはキンちはゃ BBH と申します今回は掲示板や株探でもですね検索ランキング上位に上がっておりましたウエルスナビについてですね分析を実施していきたいと思います。まあ、ご覧の通りですね新規上場銘柄ではあるんですけれども私のやり方の場合につきましてはテクニカル仕様をですねほとんど使わないのでこの状況でもですね分析することは可能なんですよね。 ただ今回の、ねえー、分析につきましてはいつものようなですね、えー、3ヶ月の時間軸ではなくて、えー、短ければ、まあ、1日ですね、えー、デートレードぐらいで長ければ、まあ、2週間ぐらいでですね、えー、動いてくるんではないのかなという、ね、予想であります当チャンネルはテクニカル分析に特化して銘柄分析を実施していくチャンネルですこの動画を最後まで見ていただくとテクニカル分析に基づいた値動き予測や市場心理目標株価の尺度を手に入れることができます また本動画で使用しておりますパワーポイントの資料につきましては PDF に落としまして概要説明欄のこの辺りにですねリンクを貼っておきますこのね PDF につきましては先着20名様無料で配布しておりますので必要な方はですねこちらからダウンロードしていただければと思います本動画の構成であります 当初、前回の振り返りということで、フルッタフルッタのですね、デイトレードからまあ2日間のですね、時間軸の分析を振り返った後、ウェルスナビの分析、宣伝というね、流れになります。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。それでは、フルッタフルッタの分析を振り返っていきましょう。フルッタフルタにつきましては、 あの五分足チャートでですね、えー、分析をしていたんですけどもちょっとですね、えー、外してしまいました。まあ、先日ではですねこの黄色いところで揉み合っているというね話をしたんですけども実はね見ていた揉み合いっていうのはこの揉み合いではなくてこの揉み合いだったんですよね。この揉み合いの下の下場についてはこの170円から180円ぐらいまでね下がってくるんじゃないのかなと予想だったんですけども途中でですね、えー、この揉み合い途中で。 こここでで揉み合ってるんですね。えー、このポイントで揉み合ってるのがね、えー、抜けてたんですよね。まあ、これがですね、結局どうだったかと言いますと、まあ、こうなったんですよね。えーまあ、あのこのね、えー、揉み合いのとこあたりが意識されて、一回ね、上げ止まってますよね。上げ止まって、最終的にはあのトライアングルをですね、上抜けして終わってるわけなんですけれども、この上抜けがですね、本物だったら、まあ、確かにですね、230円から240円あたりまでは戻してくるとは思うんですけども、だましだった場合につきましては、一回ですね、 200円あたりまで下がってから、あその後ですね、下付けブレイクし場につきましては、170からですね、180くらいまで届いてくるんではないのかなとね、分析をしております。えすいません、若干ですね、日曜日ぐらいからのどをやられておりまして、気苦しいところね、あるかもしれませんが、あ一杯っぱやっていきますのでですね、最後までご視聴いただければと思います。え前回のの振り返りり返ににについいててはははは以上になままますす、はい、それではウェルスナビの分析に入っていきます、ま、ずは ファンダメンタルズから確認をしていきましょう。ウェルスナビは時価数枠1,133億円の CEO 銘柄で、独特色といたしまして、資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発や提供を行うであります。また、不動化物につきましては非公表であります。ファンダメンタルズの確認については以上になります。はい、それではテクニカル分析に入っていきます。現在ご覧のチャートは、2020年、 12月24日現在のウェルスナビの冷やしチャートになります。まあ、ということで、ですね見てのりあり、RSI もなければ、ね、ATR もないという状況ですよね。移動平均性もないという、ね、形になっていますので、本当にですねテクニカル仕様は全くな、ね、い状況で分析をしていきます。まあ、ちょっとね冷やしチャートだけだと、まだあのローソク足の、ね、情報が足りないので、えー、もう少し、ねえー、時間軸を落として分析をしていきます。 2020年12月24日現在のウェルスナビの15分子チャートになります。はい、ということでですね、えー、15分子チャートになっても、一応ね、えーまあ、メインチャートにはですね、移動平均線もボリンジャーバンドもないですよね。でもちろんサブチャートにも RSI もね、ストキャスティックスもマックリもないという状況であります。まあ、ではですね、ここから、まあ、どうやってね、えー、分析をしていくのかといいますと、要するにですね、チャートの形とか、あとですね、 ヒボナッチリトレースメントとかいったですね、えーまあ、テクニカル分析を使って分析をしてきます。まあ、よくね、初心者の方で、まあ、移動平均線とか MACD とかですね、RSI とかが、まあ、テクニカル分析じゃないのっていう、ね、方がおられるんですけども、それはあくまでですね、えー、テクニカル仕様というですね、えー、テクニカル分析の中の一部であって、えー、テクニカル分析はですね、えー、他にももっとね、たくさんあるんですよね。 まあ、というよりもですね、えー、テクニカル仕様の重要度というのは、まあ、皆さんが考えるほどでね、えー、それほ高くないんですよ、まあ。それよりもですね、えー、例えばあ、サポートやレ、ね、ジ、えー、スタンスやトレンドラインや、まあ、チャンネルラインといったあテクニカル分析の方がですね、えー、よほど役に立つ場合が多いのかなと私は個人的には思います。ということでですね、まあ、ウェルスナビの15番シャートをですね、引きで見ていきますと、まあ、どのポイントがですね、鍵、えー、になってくるのかといいますと、 このでですすね、ね。黄色いゾーンンのののトライアングルの部分ですよ、ね、このペダントという、ね、チャートパターンにつきましてはいくつか、ね、特徴があるんですけども一つ目の特徴がこの、ね、ペダントというのはトレンドを、ね、継続するパターンであるということですね二つ目がこの、ね、ペダントというチャートパターンにつきましてはトレンドの中間地点にです、ね、現れるという、ね、特徴がありますということで,です、ね、このペダントにつきましては 陰線を受けたのね、揉み合いということで、今のとこですね、下抜けする可能性高いんですよね。どのあたりまで動いてくるかと言いますと、エネルギーをね、え見積もっていくと、ま中間支線でね、現れるということで、このここれをねのペナント四角形でね、取られていきますと、だいたいね、動く値段につきまして、この矢印分のね、値段が動いてくることが予想されます。ということで、下抜けした場合につきましては、このあたりですね、2200円ぐらいまでね、取れてくるんではないのかなというね、分析になります。 まあ続いて、ですね、値動きの方をですね、予想していきますと、まず上抜けした場合ですよね、このペナントを上抜けした場合については、どのあたりまで行くのかと言いますと、パターン的にはですね、2800円あたりまで戻してくることが予想されますただ、ですね、上抜けしても2800円にね、届かなかった場合、どうなるかと言いますと、その場合はですね、この上抜けブレイクがまあ騙しになって、ですね、この黄色い枠内にあの入ってくることが予想されますま。 あのおそらくね、えー、2420円から30円あたりまで、えーまあね、下げてくることが予想されます。ではですね、えーまあ、セオリー通り、下抜けした場合ですね、どなたが来るかと言いますと、その場合はですね、まあ、こういった値、ね、動きが予想されます。当初ですね、この揉み合っているところですね、えー、が意識されているので、一回下抜けしても、ですね、えー、このあたりぐらいで一回ね、下げ止まることが予想されます。1回そのの部分でみ、ね、戻りがあっって、てここ黄色い、ね、枠内に入ってこなければ、 ね、このラインが、ね、意識されれば、レジスタンスとして意識されれば、下げてくるんですよね。下げてきて、当時の、ね、安値を抜いてくれば、おそらくね、えー、2200円あたりまで下げてくるんじゃないのかなというね、イメージを持っております。まあ、続いてですね、もう一つの観点で、まあ、エリオタドですね。エリオタドで捉えていくと、あのーまあ、フィボナッチリトレースメントが、ね、出てくるんですよね。で、フィボナッチリトレースメントというのを、ね、意識されるラインがあるんですが、それがね、どのあたりにあるかと言いますと、まあ、こうですよね。 えー、とりあえず2506円と2404円はで,ですね、当然、ね、到達してるんですけども、このあたりぐらいがまあ、ね、意識されて、このラインが、ね、意識されて、今ね、揉み合ってるのかなという状況であります。で、この揉み合いをですね、えーまあ、上抜けしてくれば、まああのーねえー、エリオタの第3波に行くんですけども、おそらくね、2302円ぐらいまで、えー、調整があるんじゃないかなとあ、あるいはね、ペアントを下のけしても、まあ、2302円、ちょうどね、このラインとかぶってくるので、結構強いのかなというイメージを持ってます。 ので、もしね2,302円で弾かれた場合につきましては、弾かれてですね、当時の、ね、ダイパー高値を抜いてきた場合につきましては、その場合はですね、3,200円から3,350円あたりまでですね、届いてくるのではないのかなというねイメージを持っております。はい、それではですね、最後宣伝に行きます。現在ですね、私の値動き予測ロジックを搭載した株式投資のツールをですね、開発中であります。 開発しているツールにつきましては、ね、この2点ですよね、株価分析ツールのドコマダガールと、自動売買ツールのです、ね、リガノビールであります。で、ドコマダガールというです、ね、株価分析ツールを購入していただいたらです、ね、次はリガノビールというです、ね、自動売買ツールを購入することができるというです、ね、商品体系になっています。ただです、ね、株価分析ツールにつきましては、確かね、サーバー代がかからなかったと思うんですが、 あの自動販売ツールにつきましては月で2000円から3000円ほどのですねサーバー代がかかってきます当チャンネルでは株式投資ツールのですね販売に合わせまして一部ねコンテンツを有料化していく予定であります、まあ、内容につきましては一応ですね株式投資に関するまああの勉強会みたいな形で,ですねやっていこうと考えているんですけれども一応ですね月額3000円で計画をしているんですけども 一応ですね、リバガノビールのね、自動販売ツールを購入していただいた方につきましては、このね、月額3000円の料金を無料でね、していこうかなと考えております。このね、ツールの肝心のね、再現性につきましては、当チャンネルのですね、動画を見ていただければなという,ふうに思います。本日も最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました